お待たせいたしました。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対阪神タイガース、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発は左の高橋、対するタイガースの先発は右の西、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。右の西、マウンドに上がります。期待しましょう。注目の投球です。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは塩見。第1球投げました、ボール。第2球投げました、直球ストライク、インローへ。タイミング合いません。投げました、あっと引っ掛けた、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番山崎。背番号30。第1球1球目ストレート空振り、いきなり154キロ。第2球ストライク、これで追い込みました。追い込んでから投げた、1球外してボール。さあ4球目、内角低めいっぱい、見逃し三振。セカンド山田、背番号1。第1球投げた、変化球ストライク低め。第2球アウトコース低め、直球は外れてボール。第3球を投げた、ストライク、追い込んでいます。次が4球目、投げた、打った、破ってった。山田ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。第1球投げた、アウトローを見送ってストライク、いきなり154キロ。一塁へ牽制球を送ります。初球ストライクから打ちました、ファール。第3球を投げました、一つ外した、ボール。第4球を投げました、ストレートはボール。第5球投げました、危ない球。第6球をランナースタートを切った、打ちました、1・2塁間への当たり、糸原ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ランナー山田残塁に終わりました。1回の裏が終わりまして0対0です。さあ、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という場面で西。第9投げました、危ない球、投げました、真ん中決まってストライク、投げた、見送ってボール。第4球は決まってストライク。次は5球目、打ちました、これはいい当たり、打球はそのまま伸びてレフト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、レフトスタンドへ吸い込まれていった。ストレートを完璧に捉えました。西自らを援護する一発が飛び出しました。リプレイをご覧ください。2回の裏、3点を追いかけますスワローズの攻撃。この回の先頭バッターは長岡。投げた、ストライク、いきなり152キロ。投球これから2球目、打ちました、中野下がっていった、中野掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番青木。青木背番号23。第9見送ってストライク、いきなり153キロ。1球目ストライクから第2球投げた、外角低め、見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、ファールボール。投球これから4球目、ボール。第5球投げた、打ちました、引っ掛けた、セカンド取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは7番オスナ。第9球初球外れてボール。第2球ボール、外角低め。第3球を投げました、決まった、ストライク。第4球を
投げました。見送ってストライク。第5球投げました。アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。西、最後は見逃し三振に仕留めました。2回の裏が終わりまして3対0です。3回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは古賀。第9投げました。ストライク。いきなり154キロ、打ちました。中野掴んだ。一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー高橋。高橋背番号47。第9投げました。初球はストライク。いきなり151キロ、投げた、打った。ボテボテのセカンドゴロ。一塁送球アウト。これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って塩見。第1打席はサードフライに倒れています。第9投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、危ない球、投げた、ボール。投球これから4球目、外角低め、ボール。第5球投げた、ストライク。投球はこれから6球目、打ちました、三塁線、鋭く切れていきました、ファールです。投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振。西、最後は見逃し三振に仕留めました。序盤終了しまして3対0です。タイガースリードで迎える4回です。ツーアウトランナー一塁という場面で西、モール。第2球投げました。アウトロー際どい球、ボール。第3球を投げました、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。十分ご注意ください。次は4球目投げました、インロー、外れてボール。第5球投げました、打ちました、いい当たり、レフト交代、ワンバウンド、ヒット。大山一気に三塁へ。西、ツーベースヒット。今日これで2打数の2安打。スワローズ、この回は上位打線から始まります。先頭バッターは山崎。直球ストライク、アウトローへ。いきなり152キロ、投げた、決まってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、危ない球。次は5球目打ちました、あっと引っ掛けた、これは内野ゴロ。西取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げた、スライダーはストライク。第2球投げた、打った、いい当たりだ、センター前ヒット、クリーンヒットです。山田いいバッティングを見せました。左バッターボックスは4番村上。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。アウトコース低めいっぱい、ストライク。第2球投げました、2球目ストライク。第3球一つ外してボール。一塁牽制、タッチはセーフ。第4球を投げました、空振り三振。バッターは5番長岡。第1打席は内野フライに倒れています。投げました、ファールチップ。これはかすった形になりました。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、決まった、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、打ちました、掴んで、これで3アウトになります。西、ここまできっちり2安打ピッチングが続いています。5回の裏、3点を追いかけますスワローズの攻撃。この回のトップバッターは青木。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、ストライク。投げた、外れた、ボール。さあ4球目見送ってボール。投球これから5球目、決まった、ストライク。第6球を投げた、外角低め、見逃し三振。第9投げた、ストライク。第2球
投げました。ボール。第3球は打った。ファウルボール。第4球を投げました。打ちました。ファール。第5球投げました。打った。これはヒットになります。オスナ、ナイスバッティングです。バッターは8番古賀。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。初球ストライクから。第2球空振り。これで追い込みました。第3球を投げました。打ちました。ファールボール。さあ4球目外。空振り三振。ピンチヒッターは中村。代わりまして中村、背番号27。第9投げました。初球決まってストライク。第2球投げた。2球目ストライク。もう追い込んでいます。投球は3球目投げた。打った。ファール。次は4球目投げた。外。ボール。投球これから5球目インコース低めいっぱい。見逃し三振。ギリギリのところに決まった。西、いい投球を見せました。前半が終わりまして3対0です。スワローズ、この回1番からの高打順になります。先頭バッターは塩見。今日はサードフライと三振。第9投げた。アウトロー際どい球。ボール。第2球決まってストライク。第3球を投げた。3球目ストライク。追い込んでいます。第4球を投げました。スライダー。空振り三振。三者連続三振。先ほどのプレーです。バッターは2番山崎。今日は三振とファーストゴロ。投げました。低め外角ストライク。いきなり154キロ。投げました。カーブ決まってストライク。タイミング合いません。第3球を投げました。打ちました。当たり損ない。中野ボールを掴んだ。一塁へ送る。アウトです。一塁はアウト。右バッターボックスは3番山田。今日3打席目。第9投げました。アウトコース低めストライク。第2球アウトロー。外れてボール。第3球を投げた。打った。レフトへの当たり。レフト前のヒットになります。山田、いいバッティングを見せました。バッターは4番村上。今日はセカンドゴロと三振。第9投げた。ボール。投げた。2球目空振り。第3球を投げた。ストレート見送ってストライク。第4球はボール。内角低め投げた。スライダー。ボール。インローへ。第6球を一塁ランナー自動的にスタート。三振。6回までが終了しまして3対0タイガース、依然3点リードを保っています。試合は終盤7回に入ります。先頭バッターはピッチャー西。第9球まっすぐ見送ってストライク。伸びのあるストレート。第2球打った。これはいい当たりだ。伸びた。伸びてセンター見送った。ホームラン。ソロホームラン。西、今日これが2本目のホームラン。渾身のストレートを完璧に捉えました。西、なんとこの場面でホームランを打ちました。さあリプレイです。7回の裏、スワローズラッキーセブンの攻撃。トップバッターは長岡。見送ってストライク。いきなり153キロ。投げました。インコース低めストライク。追い込んで投げました。打ちました。これはサード真正面。アウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番青木。今日はセカンドフライと三振。第9球初球空振り。いきなり153キロ。投球これから2球目スライダー。ボール。投球はこれから3球目直球ストライク。アウトローへ。ワンボールツーストライク。追い込んでいます。投げました。危ない球。第5球投げました。外れた。ボール。投球はこれから6球目アウトコース低めいっぱい。見逃し三振。第9投げました。ストレートはボール。
第2球投げた、ボール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、直球ストライク。1球見送りました。第5球投げた、低め見送ってストライク。投球はこれから6球目。結局フォアボール。フルカウントから結局フォアボールです。右バッターボックスには古賀、今日はショートゴロと三振。第2球投げた、打ちました。一、二塁間ライナー破っていった。中継、古賀ナイスバッティングです。タイガース見事勝利を収めました。本日の試合はタイガースの勝ちでございます。勝利投手西純也、西武岩崎、敗戦投手高橋でございます。さて本日のヒーローは西、本当に今日は大活躍でした。